住田屋チャンネル。住田屋チャンネル、どうも皆さんこんにちは。祭り住田屋のおしんちゃんでございます。というわけで今回ご紹介させていただく商品はこちらですね。ピットナル2です。あの電子ホイッスルのピットナルが生まれ変わりまして、ピットナル2になりました。色はですね、オレンジ色とあとブルーの2色がありますね。で音もなんか単管笛の音とプラエコーの笛の音の2音がなんかあるらしくて、ちょっとね今からね実際に音をね聞いてみてください。じゃあね、まずは単管笛の音出してみたいと思います。うん、続いてプラエコー笛の音ですね。じゃあね、ここに単管笛ありますんで、本物の単管笛とこちらのピットナル2の単管笛の電子音ちょっと聞き比べてみてください。じゃあまずは本物の単管笛。まあ、ちょっと電子的な音になるね。同時ではね、続いてプラエコー笛の音を、比較してみたいと思います。こちらがね本物のプラエコー笛の音です。いきますよ。続いてピットナル2のプラエコー笛の音です。じゃあ同時に、これでも一人で二役できますよ。はい、いかがでしたでしょうか。というわけでね、こちらのピットナル2なんですけれども、口でね普通の笛吹くと唾液で大変なことになったり口疲れるじゃないですか。でもねこれならここボタンを押すだけで音出ますんで、まあお祭り以外でも体育の授業ですとか、あと各種スポーツのね、審判さんなんか使うと意外とね楽でいいんじゃないでしょうか。というわけでね、ぜひこちらのピットナル2、祭り住田屋のショップでお買い求めください。動画を見ていただいてありがとうございました。もしよろしければ住田屋チャンネル登録よろしくお願いします。